おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、聞いてもらいやすい話し方について3点お伝えしようかと思います。昨今ですね、速稼塾のこの放送でもビジネス関連のことにフォーカスしてお届けしてるんですけども、やっぱりね、どんな商品を持っていても、どんな媒体があっても、どんなセールストークがあっても、聞いてもらえる環境になければその商品とかサービスってのは伝わりませんよね。でそこでですね、3点だけ気をつけてみたらいかがかなというところで、今日はヒントを申し上げられればなと思っております。1つはですね、緩急をつけるってことですよね。これ緩急をつけるっていうのは、やっぱり常識的なことを話すのと同時に、常識的ではないことも話すってこともあるんですけども、分かりやすく言うとですね、あなたが正しいと思っていることっていうのは実は違うんではないかなっていうふうな疑問を投げかけていくことなんですよ。例えば NHK ですとかね、宗教の訪問とかが皆さんの家にもあると思いますけども、あれがですね、面倒なものっていうふうに多くの方が思ったりだとか、 NHK の集金が面倒くさいものっていうふうに感じてるかもしれませんけども、実は NHK の訪問とか宗教の勧誘とかね、ああいうのが来た時っていうのはすごくチャンスなんだよっていう話ができるかどうかなってことなんですよね。これについては事例はもう速稼塾の放送の中で何度も申し上げてるんで、改めて今日は申しませんけども、ざっくり言うとですね、集客に困ってる人が向こうから来てる人を遠ざけるのは何でかなというところなんですよね。はい、次です。数字がちゃんと入ってますかってことなんですよ。例えば昨今でしたら、現役世代が終わって老後の資金問題っていうのがね、麻生総理とか蓮舫さんが戦わしてますけども、老後に2000万が必要だっていうところが一つの争点になっております。で、本当に2000万でいいのかなってことなんですよ。やっぱり65歳から95歳まで年間300万使うと考えても9000万いるわけですよね。とても2000万で足りないわけですよ。その9000万を年金で賄えるかなと思ったら、とてもじゃないけど年金では出ないと。で、持ち家があったら9000万っていうのがだいぶ減るんじゃないかなと思ったら、いやいや、30年という間には持ち家すらですね、持ち家すら補修が必要になってくるし、いろんなメンテナンスがいるんですよっていうこともあります。税金もかかっていますしね。はい、で3つ目なんですけども、リアリティのある事例をちゃんと用いているかなってことなんですよ。リアリティのある事例といえば、例えばですね、世の中に会社員以外の働き方、フリーランスっていうのがあります。自称フリーランスっていうので私はね、申し上げてることがあるんですけども、例えばフリーランスに見えて単なる下請けだったりね単なる下請けをやっているフリーランスっていうのはすごくね、安いわけなんですよ。苦しいわけなんですよ。結局納期もあって、仕事を営業することに追われて、仕事が取れたら取れたでものすごく買い叩かれてとかね、ひどい目に遭うわけなんですよ。で、そういうふうな力のないフリーランスっていうものが実はですね、もうほとんどなんですよね。で、年収200万円以下のフリーランスが9割以上というデータもありますんでね、怖いですよね。こういうふうなリアリティのある事例を出したときに、実際にご自身でフリーランスをされている方が、一瞬は儲かったけども今はあんまり儲かってないんですよみたいなこと言ったりとかね、長い間やってみて平均してみると10年間平均で年収が150万とかね、そういうふうな冷たい現実に出会ってはいませんかということなんですよね。まあ人のこう耳をね、貸してもらうというか、人に何かね、伝えたい時っていうのはこういうふうに緩急をつけていって、常識と思っていることがそうではないんではないかなっていうふうに考えていただくことと、あとは数字を用いていってハッとしていただくこととかね、あ、本当だっていうふうに気がついて、いただくことと、あとリアリティのある事例を用いて聞き手の真実味をこう醸し出していくっていうんですかね、あ、本当にそうだなっていうふうに思っていただくこと、この繰り返しで成り立っているのかなと思います。本日はね、こんな感じでございます。それでは追加放送またします。